こんにちは、ライムです。ということで、今回は全人類待望のRED13バレットの新ガチャがやってきた。このガチャ、引くべきか、全力で性能評価。はい、ということでですね、久しぶりに犬のウェア付きでガチャがやってきましたね。犬ファン、バレットファンにはたまらないガチャとなっているはず。ただ、まあね、そうじゃない方の方が多いと思うので、実際どれだけガチャ回るんだろうねというところなんですけど、やっぱ不人気キャラだからこその強さ。強くないと誰も引かないからね。めちゃんこ強いことになってる。ただ、本当に引くべきなのかというところですね。はい。この動画長くなると思うんで、まとめは最後に書いておきますので、長いなと感じた方は最後まで飛ばしてください。じっくり吟味したいぜという方はこのまま聞いてください。ということで早速、RED13 から見ていこう。はい。で、これ皆さんね、RED13 のウェアでね、気づいた？これね、まあ服装は、要するに空軍だよね。エアフォースってことは。空軍の、ジャケットを着てる犬ってことなんだけど、コスプレ犬ということなんですが、でもあれか、軍用犬とかいるよね。ただ軍用犬でもこんなジャケット普通着ないか。着させないか。はい。で、ここね、気づいてほしい。クラウドって書いてある。実はね。はい。で、あと数字とかがいっぱいあるけど、これ何を意味してるのかわかんないね。ここに05とか102とかね、36とかあるけど、なんか意味合いあるんでしょうけどね。特別な読み方するとかね。ただやっぱり13ではないというところだね。13はあくまでやっぱ実験番号としてのね、名前なので、RED13的にはそんなに嬉しい名前でもないよね。ということで、あえて13ではないのでしょう。はい。というわけで、ちょっと性能見ていこうね。はい、こちら。ATB5。味方全体の注力の 59% 分回復、魔法。さらに味方全体の魔法、中アップ。効果時間14秒。大段階まで上昇可能。ね。見ただけで皆さん、めちゃめちゃ強えなって思う人は思うでしょう。で、この性能ですね。皆さんはどこかで見たことがあるはず。俺、この性能知ってるぜっていう方いると思う。厳密にはこれではないんだけど、これと似たような性能知ってるぜっていうのはこれね。マットのセンチピード。味方全体の注力 59% 分回復。味方全体の仏棒中アップ。一緒やんけっていう。要するに、仏棒と魔棒の違いなんだよね、これが。なので、で、しかも、そう、マットと、あと、これと似たようなもので、エアリスのバハムトロッドがあったよね。仏棒アップしながら ATB プラス1するよっていうものがありました。で、そのセンチピードもバハムトロッドも、実装されてからここまでずーっと使われてきてるんだよね。少なくとも僕は基本ずっと使ってる。メイン武器としても使ってるし、サブ武器としても両方使ってる。ぐらい、めちゃくちゃ強いんですよ。ある意味ではこのヒーラー界にとってはぶっ壊れ武器と言ってもいいよね。本当に。だってずっと使ってんだもん。マジで。誇張抜きでずっと使ってるから、僕の攻略動画とも見れば、ね、一目瞭然ですが、ずっと使ってるくらいマジで強いので、高難度でも使えるしね。で、ライザービーも超強力と。このライザービーの話はまた後でするけど、ということで、この似たような性能であるところの、RED13のエアフォースカラーも間違いなく強いよねってこと。前例がいて両方強いんだもん。で、さらに、あくまでマットとね、エアリスに関しては仏棒アップなんですよ。でも、皆さんまたもう一個考えてほしい。このゲームの敵って、魔法攻撃の方が多いよね。高難度見渡しても、例えば召喚獣で言っても、イフリート、シバ、ラムー、バハムート、シバ&ラムー、リバヤさん、全部魔法攻撃使ってくるよね。魔法アップ必要だよね。っていうところになってくるんです。ね。で、あと、今一番難易度の高いところの、もちろんイフリート&バハムートもそうだし、あと、バトルタワー100階のジェノバ・ニュークリアス。あいつも魔法バフ必要なんですよ。ってことを考えると、むしろ、センチピードとかバハムートロッドよりこっちの方が使う機会多いんじゃねえかって。ワンチャン多いんじゃねえか、使えるんじゃねえか。犬だけにワンチャン多いんじゃねえかっていう、そういうことにも、やっぱ繋がってくるんですよね。これは絶対強いよ。絶対的に強い。ただ、まあ、マットとかエアリスもマボバフできるけどね、別に。できるんですよ。マットだったらミドルディフェンダーあるし、エアリスだったら2つある、カムラワンドだってあるし、それからミスリルロッドだってあるから、まあ、正直代用は効くんですけどね、別に犬でやる必要なくねって言われちゃったらそれまでなんだけど、ただ、マットとエアリスにできないことも犬だったらできることがあるんだよね。それが何かっていうと、属性デバフが優秀ってこと、犬って。例えばシルバーカラーだったら風耐性と水耐性ダウンできる、IB カラーだったら炎耐性と冷耐性ダウンができる。でなおかつ、このシーサイドカラーだったら雷耐性ダウンもできる。あと、ついでにまあ魔鋼ダウンとかそういったこともできるというところで、やっぱエアリスとかマットにいないのは、やっぱデバフの量だね、数、種類ってことなんで、味方全体回復してマボアップしながら、多種多様な属性デバフで使い分けができるっていうところが一番の利点。で、これがぶっ刺さるところどこかっていうと、もちろん高難度で使える。さっき言ったような召喚獣、EX2 とかでも全然使える。例えば今まで、クラウド、バレット、エアリスで戦ってたようなところが、クラウド、バレット、レッド13みたいな組み合わせで使えるようになってくるし、まあ、あとマットが入ってたところだね。例えばリヴァイアさんとかか。リヴァイアさんとクラウドとか、まあ、ね、マットとか使ってたと思うんだけど、そこにレッド13をヒーラーとして入れることができる。で、その他に空いた枠で、まあ、例えばザックス入れるとかね、まあ、そういったこともできるようになってくるんで、今までできなかった柔軟なパーティー編成には、まあ、今回のこのエアフォースカラーによってできるようになったっていうのは結構でかいかなというところだね。で、あと、確実に必要なランキング出てくると思うんだよね。まあ、これ上位勢だけど、それこそあんまりランキング興味ないっていう人はさっき言った大弱のマットとかエアリスで十分だけど、上位トップ10とか仮に今後狙っていきたいなと思ってる方は必須だよね。だって犬がいればね、回復しながらマボバフして火ダメスコアを落としながらも属性デバフで味方全体の火力を底上げできるわけだから、めちゃめちゃランキング適正高いよね。エアリスとかマットよりも全然高いので、まあ今後このエアフォースカラーなくてってなることは絶対あると思うよ、ランキングで。はい。で、あと、少なくとも今回の強敵襲来のクラッシュ、ブノドラティの色違いの名前がね、まだ覚えられてるんで、なんちゃら Q、ラディナ Q、こいつの特攻になります、クラッシュの。まだ来てないけど、こいつ弱点が水と風属性なんだよね。シルバーカラーと全く一緒なんですよ。で、なおかつこいつ魔法攻撃対応してくるっていうことなんで、そう。バチクソ特攻キャラに仕上げてきたのが、レッド13だし、ラディーナ Q なんだよね。なんで、クラッシュでこのレッド13エアフォースカラーがあるかどうかで、だいぶ難易度変わってくると思われるんだよね。まあ、さっき言った、それこそエアリスとかマットでも代用自体はできるけど、やっぱデバフができないというところで、まあそういったところでちょっと火力面で不足する可能性が出てくるんだよね。じゃあそこで犬使おうぜってなってくるから、まさにもう高難度ヒーラーとして早速出番があるっていうところだから、はい。だから、まあそこを考えてですね、まあ実際クラッシュ来てからでもいいと思うけどね、来週の目標に来ると思うんで、クラッシュに勝てなかったら考えるでもいいと思うけど、めちゃくちゃ強いね、現時点でも。もう強いのが約束されてるというか、今後の高難度だと普通に選択肢に余裕で入ってくるレベルなんで、強いです。で、あと、ライズアビ。治癒力アップとバフデバフ時間延長。ですね、これさっき見たセンチピードとポイント違いになってます。配分違い。センチピードがマックスで治癒力62ポイントとバフデバフ時間延長が26ポイントだったかなっていう感じなんだけど、今回こっちはね、バランス良くなってるかな。まあ、数値的にはよくあるポイントの配分にはなってるんですけど、まあ強いね、どっちにしても。ヒーラーとしては、それこそエアリスとかね、マットのサブ武器として装備させても全然 OK だしということで、かなり良さげです。はい、地味にサポートマテリアで回復量増加ついてるから、ケアルラの単体回復量が 20% 上がる 1.2 倍になるってことも考えても結構強いね、これね。いい、全部いいね、これね。アビも強い、ライズアビも強い、サポートマテリアも強いというところで、はい、おすすめ度は高い。ただ今すぐには必要ではないっていうところだね。はい。あとウェアですが、エアフォースジャケット治癒力アッププラス10ポイントとバフデバフ大延長ついてます。これまたですね、皆さん見覚えあるかなと思うんですよ。それが、エアリスのめちゃんこ強いモンハンコラボのカムラドレスと同じ内容なんですよね。僕、カムラドレスの性能評価した時に、これあったらもうずっとカムラドレス着るぜっていう話をしたかなと思うんだけど、まあ、ちょっと使い道の違うというか、ランキングだとね、バハムートドレスにちょっとね、そっちに使う頻度の方が最近高い感じがあるけど、普通のヒーラー運用、ランキングとかじゃない運用だったら、カムラドレスっていうか、このライズアビーの方が使いやすいんだよね、ヒーラーとしては。このバフデバフ大延長の差って結構でかいんですよね、これ。しかも、独立してるから、普通のバフデバフ時間延長と。例えばね、普通の通常のですね、ライズアビーにくっついてるバフデバフ時間延長が、まあ、100% アップ、100% アップなかった。レベル7の 200% アップだったとしたら、ここにバフデバフ時間延長、さらにプラス 60% されるんですよ。ってことは 260% まで上がるってこと。強いわ。強い。レベル3だったとしたら、80足す 60% で 140% アップだからね。レベル5に肉薄してくるからね。ウェアとレベル3だけで。強いわ。この大延長プラス 60% の差で、もう1回 ATB 消費してかけるかかけ直さないかの差になってくるから。これってランキングだと結構でかいんだよね。その ATB4 あったら別の行動できたなとか、そういったことにつながってくるんで、結構でかい。ってことで、まあガチ勢の方は、まあ取っておくべきかなっていうところだね。ただ、まあこれね、残念ながら犬もね、キャニオンアタイヤ、この間のウェア交換の時に取っちゃった方もいるんじゃないかなと思うんだけど、まさかこんなのが後で来るとは思わなかったけどね。そう、キャニオンアタイヤっていうウェアがあって、これ、ほぼこれの上位互換になっちゃってる。これがね、デバフ時間延長の極意ってあって、デバフだけ効果時間 60% なんだよね。だからバフデバフ大延長の下位互換なんですよ、このライズアビが。はぁ、かわいそう。で、ライズアビ HP アップついてんだけど、まあ、状況によりけりかな。なんか例えば、一番 HP の高い味方にターゲットしてくる敵の AI だったとしたら、これで HP 上げたりっていうこともあるけど、まあ、リヴァイアさんとかはね、確か一番 HP 低い味方をターゲットにするだから、それだったらこのキャニオンアタイヤよりも、絶対エアフォースジャケットだよね。どう考えても。ってなってきたりとか、まあ、するので、この辺はですね、ちょっと、まあ、場合によって、使い分けということにはなるけど、基本的にはもうキャニオンアタイヤの上位互換になっちゃったウェアがしんどいね。まあしょうがない、しょうがない。これは上位互換が出るゲームだ。まあだからあとはね、キャニオンアタイヤの情報修正に期待するしかないけどね。まあ今までの例を考えると、どうせ HP プラス5ポイントだけだけどね。それもさ、なんかもうバフ加工の極意じゃなくて、バフでバフ大延長にしてくれていいんだけどね。そしたら本当に明確に使い分けできるようになるからさ、それはそれでいいと思うんだけど。はい。まあ、いずれにしてもですね、エアフォースジャケット持ってたら、レッド13のヒーラー運用時はずっとこれ着ることになると思うんで、結構破格性能ですよ。これは絶対ゲットすべきだ。今後のガチランカーとかね、ランキング上位目指したいなって思ってる方は取るべき。バフでバフ大延長の差結構でかいよ。はい。ということで、続きまして、バレット。エスカッションカノン。これエスカッションじゃないんだね。FF ではよくある、防具だっけ？防具でよくあるエスカッションとかアクセサリーだっけ？なんかエスカッションってやつあったりしたけど、エスカッションなんだね、これね。はい。発音なのか何なのかわかりませんけど。で、内容が ATB4 で味方全体の魔防アップ大。さらに自身の HP70% 以上の時、味方全体の魔法大アップ、味方全体の注力 7% 分回復。出た！強すぎ。これまたですね、皆さん似たようなもの、見たことあるかなと思うんですけど、この組み合わせ自体は初めてのものになってます。ね。今では完全に人権武器と化した、モンハンコラボのカムラワンドの魔法版ですよ。カムラワンドは味方全体魔法アップとぶっこうアップ大だったんだけど、これがぶっこうじゃなくて魔法アップ大になってるっていうところが違いだね。で、カムラワンドが、ね、さっきも言った通り、高難度ってほとんどの敵が魔法攻撃やってくるから、魔法アップ必須なんですよ。で、そのマボアップ必須な環境において、ついでに私ならぶっこアップ代理できるけど、みたいな感じで、火力も一緒にそこに加えてくれるっていう、あまりの強さ、あまりにも強すぎるバフ持ちだったんだけど、だから今ね、人権武器になっちゃってんだけど、それの魔法版なんで、今後だから高難度で魔法が必要な時は、もう基本これ使うよっていうレベルになってます。今、ただこの現状、今のこの10月24日現在だと使うとこないけど、ね、仮にまだ、高難度クリアされていない方がいたとしたら、この武器めっちゃ強いからっていうとこだね。うん。だから今後大活躍するバッファーになったのは間違いないんですよ。ただね、エアリスと違って、バレットって回復する要素がほとんどないんだよね。一応あるにはあるよ。このマイクロレーザーの味方全体ケアル化があるんだけど、味方全体ケアルじゃねえわ。全体化ケアルがあるんだけど、これもね、味方単体マコアップ台で被ってんだよね。効果内容が。だからわざわざ2つ使うかって、マコアップ台両方入れるかって言われたら入れないんだよね。だからここがね、ちょっと使いにくい。だから、まあ、正直エアリスほどは使わないと思うんですよ。今の現状だとね。なんかもう一個、犬みたいなね、別の武器アビリティでなんか味方全体回復できるようなものが実装されれば、ね、強いなぁとは思うんだけど、それこそ、あれだよね、センチピードの色違い実装してくれた。いいんだけどね。それ実装されたらめっちゃ強いんだけどなぁとは思うんだけど。はい。まあ、それも、ほとんど魔法版エアリスじゃねえかっていう感じ。まあ別にそれはそれでいいと思うんだけどね。はい。なんで、多分ね、エアリスほどは使わないと思うんですよ。で、今すぐ必要なところもなかったりするんで、まあ、一応現状だと、今すぐガチャらなくても、ウィッシュリストに入れときたいって感じ。一応、凸っておきたいって感じはする。6凸だと全然違うからね、これね。無凸だと、両方中アップなんですけど、6凸にすると両方大アップになるから、一発で。この差って結構でかいからね。ATB4 使うか8使うかの差は結構でかいよ。なんで、まあできることなら6凸目指したいところではあるかな。はい。あともう一個なんか言おうとしたけど、まあ、あれか。バレットはじゃあ他のところでね、エアリスと差別化すればいいってところで、魔法ダウンとかできるからね、この人ね。まああんまり推奨しないけどね、その魔法アップと魔法ダウン、結局両方同時に必要だからさ。でっかいアビリティ飛んでくる前に、例えばバハムートのメガフレア防ごうと思ったら、魔法ダウンと魔法バフを両方かけなきゃいけないから、一人でやると間に合わないんだよね、全然。だから、まあ、ここはちょっと別にした方がいいかなとは思うけど、一応まあ、シャークプランジャーとかで属性デバフしながらね、魔法バフとか、そういったこともできるから、って感じかな。一応そこら辺でエアリスと差別化しましょうってところ。はい。あと、ライズアビが、マボアップ46ポイントとバフデバフ時間延長39ポイント。強いわ。これ欲しかったんだよね。バフデバフ時間延長は欲しいんだけど、で、さらに、敵がね、HP を最も低い味方にターゲットしてくるときって、HP アップいらないんだよね。だから、一応、じゃあ、なんか適当にブックアップとか、マコアップ付きのバフデバフ時間延長装備させるしかねえな、みたいな。時が結構多かったんだけど、これが出たおかげで耐久力確保しながらバフデバフ時間延長できるからめちゃめちゃ強い。メイン武器としても強いし、サブ武器で持たせてもいい。バフデバッファーのこれ本当に強いわ。サブ武器としても全然欲しいし、でなおかつこれマルサインブーストもついてんね、よくよく見ると。強いねこれ。またアビもライズアビリティもサポートマテリアも全部強いっていう最高の組み合わせだわ。結局魔法タンクバレットにもなれるし、バフデバッファーのサブでも今後ずっと使っていけるっていう、とてつもない性能であれ。これは、今すぐじゃなくてもウィッシュリストに入れるべき。はい、ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきか。RED13 は、マットとかね、エアリスのバハムートロッドの魔法版でした。で、RED13 初の武器アビリティで全体回復ができるということで、非常に使いやすい。ね、武器で回復しながらマボアップですから。なので、今までできなかったエアリスやマットに次ぐ第3のヒーラーに大躍進。まあ、ティファは知らないですけど、そう。で、エアリスとマットでよくねってみんな思う人もね、いると思うんですよ。でも、RED13 にしかできないことがある。味方全体回復して、魔法バフしながらも、さらに属性デバフまでできるっていう。これはRED13 にしかできないから。まあ今すぐ、もちろんね、必須かって言われたら必須ではないし、さっき言った2人のキャラで代用も効くんだけど、今ね、来た、ラディナ級、強敵襲来のラディナ級。これ来週クラッシュ追加されると思うんですけど、クラッシュの特攻なんだよね。シルバーカラーが水デバフと風デバフができる武器で、それとこの新しいエアフォースカラーを組み合わせることがもう想定されてるような感じになってるんで、まあ少なくともそこで特攻になるし、今後の高難度でも必須になる時もあるかもしれない。火力的にね。回復しながら属性デバフも入れないときついわみたいな時とか、あとランキングだね、一番は。エアリスとマットよりもランキング向きだと思う。魔法バフとか回復しながら耐久上げて、火ダメを抑えながら、さらにデバフで味方全体の火力を底上げしていくみたいな立ち回りが必要なときは、RED13 結構使えそうだなっていうところがあるからね。はい。で、あとバレットですが、これはですね、今ではもう完全に人権武器となっているカムラワンドの魔鋼版になってるので、もうそれだけでも鬼強いでしょ。その事実だけでも。絶対使うじゃんっていう。魔法バフなんて高難度でほぼ使うんだから。魔法運用の時ほぼバレット入ってくるじゃんっていう感じするんだけど、ただエアリスとの大きな違い、回復が弱いんだよね。今回ようやくRED13に全体回復が追加されたけど、まあ、バレットもね、ケアル全体から持ってるんですよ。ただ、マイクロレーザーなんだけど、魔鋼アップなんだよね、武器浴びが。同じじゃんっていう。使わねえじゃんっていう。ってことなんで、バレットはちょっとだ、その違いでエアリスよりも、まあ、使う頻度は正直少ないとは思うので、まあ、これまた今すぐ必要じゃないですよ。ウィッシュリストで、まあ、緩く凸っていこうかなって感じ。ただ、ライザービーめっちゃ強いけどね。バフデバッファーに絶対欲しいやつ。魔法アップとバフデバフ時間延長だから、ランキング戦でもこれすごく差が出てくるね。スコアに。火ダメスコアにね。なんで、まあ、一応ウィッシュリストに結構優先度高い感じにはなってくると思います。で、結局このガチャ回すべきかって言われると、ガチ勢は犬のウェアまでは回した方がいいと思う。やっぱバフデバフ大延長の差ってランキングだと結構響いてくるからね。これが、その大延長1個の差で、もう一回バフをかけ直すかかけ直さないかの差になってくるから。ATB4 使って。結構これでかいよね。あと重大な局面の時に、ギリギリデバフ足らねえみたいなね。デバフ切れちゃったーみたいな時もあったりするから、結構でかい。ランキングだと。まあ、無課金とまったり勢は、もう完全スルーでもいいと思う。潔く。で、来月以降ウィッシュリストに入れるって感じでもいいと思いますね。まあ、もともと犬使ってる方は絶対取った方がいいと思うけどね。そうじゃない方の方が多分多いんじゃないかなと思うので、一応さっき言ったマットとかバレットでも代用自体はできちゃうからね。そんな感じです。はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そして高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。